飯沼春樹は日本の弁護士、税理士。福島県出身。幼少時は、大阪福島田市で育ち、大阪府立三国岡高等学校を卒業後、東京大学法学部へ入学。1973年、東京大学法学部を卒業。同時に、第28期司法試験に合格。司法修習の後、1976年4月2来、 一東京弁護士会に弁護士登録を行い、弁護士活動を開始。1978年、独立し、自らの法律事務所を旗揚げした。弁護士としては、民事事件をはじめ、不動産や金融などの小取引に関わる、法律実務を専門に扱っている。ジップは作詞家、作家の川内康則。両親が離婚し、かつ、母親が再婚したため、言沼は、 系譜の名字である。2007年に父親の川内と歌手の森慎一との間に生じた、確執の際、父の死後、自らの決断で、川内が再婚した妻など遺族関係者から委任状を取るなど、事態打開に奔走した。そして、森慎一は今後は、川内安則のオリジナル作品のみ歌唱することを条件として、 おふくろさんを含め川内が作詞した全33曲を森が歌唱することを承諾したが、その際に和解ではない。これは川内が付けた封印を私が解いただけと説明した。役員紹介大東宝石株式会社。ありがとうございます。